素材を取るために壺に手を突っ込んだ時はマジ無理って思ったけど、人間やればできるね。ああ、なるほど。肥やし。ほい。ということで今回もやっていきたいと思います。なんかめっちゃ、何？どうした？あなたが連れてきた仲間たち、みんなすごいじゃない。これで川が開通できそうね。そうであろう、そうであろう。見たか？我が輩たちのビルダーぶりを。ビルダーぶりっていう言葉があるのか。いいわ。あなたたちをルル王国の仲間として認めてあげる。この調子で島を開拓していきましょう。やったー、ありがとうございます。私は畑の担当大臣にしてください。皆さんの胃袋を支えたいんです。あ、胃袋といえば、料理作る場所もいるんかな。まあ、そのうちできるか。おい、ルル、指導帝国だって言ってるだろ。お前は浜辺に桃貝でも食ってろよ。相変わらず仲悪いなぁ。ルルさんと指導さんってなんだかんだ仲良さそうっすよね。なんか焼けるっす。ポンペはルルが好きなん。とにかくアイナさん、この島で畑や食べ物を作るにも、川や草原、それに豊かな森も必要です。みんなで引き続き、島を緑と水と緑でいっぱいにしていきましょう。おー。はい、これで。まあ、とりあえず、川を作る。でも 30% なんよね。まだここからあれか。伸ばしていかなければいけないということかな。何アップって。何がアップしたの？何アップって。え？何？何？何してるの？何してるの？作業台。作業台が。グレードアップされた。モンゾーラで学んだレシピが作れるようになった。へぇー。なんか色も変わったし。ほっほっほ。空っぽ島作業台は見事にグレードアップできたようじゃな。その空っぽ島作業台は今までお主が使ってきた作業台とは少しばかり違っての。なんとお主が集めたビルダーハートを使うことで新しいものを開ける作業台なのじゃ。その作業台の力で島をお主のものづくりで満たしてくれ。ふんふんふん。なるほど。なんかよくわからんけど。何レシピの、なんか並び方が違う。たくさんのレシピが増えてきた。空っぽ島の作業台ではレシピをカテゴリーから選べるぞ。ここが武器？え？これあれやねん。ルルが着てるのと同じじゃないん。違うん。町人の服。ああ、ほら。ビルダーハート。ハートがこんなところで使われていく。これ装飾品？かわいい。あ、これ。あ、これはもう解放されてるやつやね。スライム風船。いいなぁ。かわいい。フルーツパフェ。飾り家具なの？へぇー。まぁ、ちょっといろいろとやっていきましょうか。どこやみんな。あっち側におるな。え、なにみんな。早いから。どうした？は、違う。登らせてー。私を登らせてー。はい。で、なんかミミズンが何かしらやりたげやったよね。あ、違う。へい、ミミズン。ほ。みみみー、あいな。川作り順調みたいだね。そろそろこの島に緑も作っていこう。キャハハ。何？草原作り始める感じだ。いよいよ私たちの出番ってわけだね。このために私たちばこお姉ちゃんでこれを作っておいたの。おー、草原団子。ありがたい。素材を取るために壺に手を突っ込んだ時はマジ無理って思ったけど、人間やればできるね。あー、なるほど。肥やし。モンゾーラの時みたいに草原団子を置けば、ちょん水の僕がそこを草原にするよ。草原にするのにおすすめの場所に私とレジが立つからさ。まずはそこに餌を置いてみて。オッケーです。ってことで、草原団子。はい。どこ？え、どこ行った？あ、あっちか。あ、雨降ってきた。この辺に草原欲しい。よいしょ。ふんふんふん。なんでこんなボコボコな場所なん？どの辺？この辺？ここか。はい、オッケー。これでオッケーですか？モンスターの軍団が現れたよ。どこ？え？どこ？おらんくね？あ、あれや。飛び回りよる場合じゃないよ、君ら。へい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 。指導はどこや、指導は。やってこいや、指導。全然戦ってくれてないけど。私一人でやっつけましたけど、みんな。
やっつけたよ。オッケー、この辺を草原にしたいわ。この上ってことかな。は、指導、何今更のこの子現れて。キョロキョロすんなし、私が全部やっつけたわ。なんてタイミングだよ。お、なんかすげえ広がってる。また次はここまでってことかな、川。広げるの。へえ。なるほど、そういう感じ。ここがおすすめって感じ。はい。で、あと一個かな。すごい、どんどん緑になっていくよ。あ、でも草原を作ろう。10までいるやん。4つしかないけど。どうなんそれって。あとは自分で作ってねってことかな。つら。お。あいな、マジいい感じじゃん。いきなり草原ができたね。綺麗な緑があると、今のに、ん?島の印象も変わってくるわ。これからもどんどん緑を広げてね。あ、もうこれあと1個はいいの?草原作りも戦士的なものが問われるからさ。あとはあんたに任せる。そうだな。草原10マス分くらいの草原を作っちゃって。そうそう。草原団子がなくなったら自分で作って地面に置いてよね。草原作り警備中。警備中。どの辺の範囲が草原、あ、出とんかいってよ。じゃあちょっと、この、どの辺?この辺り?は。あとはもう、自分でやってね、みたいな感じ?ちょ、とりあえず、じゃあ草原。作業台は一体どこでしたっけ?草原団子とか速攻でなくなった、あれか、あれか。オッケーオッケー。速攻でなくなったからさ。あ、暗くなってきた。ということは?寝ますね。一人でめっちゃこんなところで。うわ、そんなところで寝てたの?君たちも。しかも地べた?ごめんよ。ごめんよ。それじゃあ、草原団子は一体、オールで見た方が早いんかな?あ、同じような感じだった、これだったら。で、これが草原団子よね。何個作ればいいんかな ?5 個ぐらい?はい、作りまーす。空腹で倒れそう。食べ物、食べ物、パンだ、パン。よし、これで。これでじゃあちょっと、また草原を広げていこうじゃないか。とりあえずこの上に上に広げていこうかな。はい、次はここね。お願いしまーす。何やってんのこんなところで。ちょっと一休み。ちょっと一休み。何をやってるんだい。とりあえずこっちの話も聞いておこうか。それじゃあいいな。川の続きを作っていきましょう。もっともっと広くて大きな川にするの。水をまく場所は今回も我が輩たちが誘導しよう。アイナは我が輩たちが立っている場所を目印に乾きのそばで水をつなげてくれ。ふんふん。あ、もうできたかな、ミミズ。任せてよ。あっちに行ってよ。何、どうしたの?何があったの?ちょっとよくわからないけど。どうしよう、とりあえずこの辺。この辺またやっておいて。敵が現れたんかな。あ、この辺。あ、違う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 。あー、違う違うの。こんなところに。手袋。はあ、危ない。はあ、危ない。これどうやってしまえばいいんだっけ?しまえないの。あ、違う。とりあえずこれ置きに行こうか。どのあたりかな?草原作り警備中ありがとう。このあたり?この。よっ。
そこにもお願いね。で、よいしょー。このスライムは敵だよね。多分敵だよね。あ、またその踊り。好きー。好きー。いい感じ。お、草原あと1個やん。ってことは、ちょ、完成するんじゃない？ちょ、待ってね。あれ？上がる場所。この上には置けないの。とりあえず、この辺？もう一個この辺かな。じゃ、ちょ、この辺に、は、あの上はちょっと行けなさそうな感じがするね。ここに水を撒いてほしいっすよ。ん？ミミミーン！もうできた？おー、結構な範囲になったね。やったやん。たくさんの草原ができたわね。さすがミミズンだわ。マジやばい。めちゃめちゃ綺麗な感じじゃん。お、川もなんかだいぶこんなに広がっとった。おお、これはモンゾーラに緑を作った時みたいだな。あっちの端とか、向こう側にも緑があるといいかも。それにあっちにもそっちにも。お前たち、今作ったところなのに、もう次の話かよ。緑が増えれば、島はもっともっと豊かになるはずだよ。この調子でうねうね緑を作ろうね。頑張ろう。開拓レシピ、草原を作ろう達成。何？何の音？おぉ、びっくりした。あゆな、石板に記された開拓レシピの一つを達成したようじゃな。開拓レシピを達成すると、お主から小さなメダルが生まれる。私から？小さなメダルを集め、わしのところに持ってくれば、ナイスなお宝と交換するぞい。おぉ、見るがよい。お主から小さなメダルが生まれるぞい。頭から出た。大丈夫、平気なのそれ。小さなメダルを手に入れた。では、さらばじゃ。で、次はまあ、川ですよね。頑張りましょうよ。ふう。うわぁ、なんすかその汚い水は。え？ん？何あれ？なんで？ちょ、待ってね。あとは草原団子を好きなところに置いてみてほしいな。自分だけの草原を作ってみて。あれ、ミミズンどこ行った？あれ、ミミズンなんであんなとこで。なんかまだ、あ、続き？あ、なるほどね。え、めっちゃどれやん、どうしたんこれ。何事？ちょ、待って、とりあえず巻いていくね、こっち。とりあえず言われたところ巻いていっとくね。はい、これで。そして、こっち側も、あっちの端まで、流しましょう。とりあえずこれで OK やけど、やけど、あ、で、向こうちょっと。お、ここのスライムやっつけたのね。へい、ミミズン。やっぱこれはできんやつなんや。ミミミン、アイナが草原団子を置いてくれたおかげで、うまく草原を作れたよ。やったわね。やっぱり生活するには緑がないと、心がすさんちゃうもん。アイナ、草原の後は森を作っていこうね。川作りが進んだら、また声をかけるよ。ありがとう。結構進んだよ。なんか泥がどうのこうのって言ったけど。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、これで草原を作ろうはクリアやし、え、でも川を作ろうがまだ 30% しかできてないよね。え、まだ？まだなの？あと 70% 何をするんだ。